律子と貞子太宰治大学生三浦健二君は今年の12月に大学を卒業し卒業と同時に故郷へ帰り徴兵検査を受けた極度の近視眼のため兵士でした恥ずかしい気がします と私の家へ遊びに来て報告した田舎の中学校の先生をします結婚するかもしれませんもう決まっているのかええ中学校の方は決まっているのです結婚の方は自信なしか極度の近視眼は結婚の方にも差し支えるか まさか三浦君は苦笑して次のような羨むべき塩分を語った塩分というものは語る方は楽しそうだが聞く方はそれほど楽しくないものである私も我慢して聞いたのだから読者もしばらく我慢して聞いてやってくださいどっちにしたらいいか 迷っているといるる。とうのである「姉と妹一長一短でどうも決心がつきません」というのだから贅沢な話だ聞きたくもない話である三浦君の故郷は甲府市である甲府からバスに乗って三坂峠を越え川口湖の岸を通り 夏を過ぎると下吉田町という細長い山陰の町に着くこの町外れにどっしりした古い旅籠がある問題の姉妹はその旅館のお嬢さんである姉は22妹は19ともに甲府の女学校を卒業している下吉田町の娘さんたちは 大抵矢村か大月の女学校へ入る地理的に近いからだ甲府は遠いので通学には困難であるけれども町のいわゆる物持ちはそのお嬢さんたちを甲府市の女学校に入れたがる理由のない見識であるが少しでも大きい学校に子供を入れるということは いわゆる物持ちにとっては一つの義務にさえなっているようである姉も妹も甲府女学校に在学中は甲府市の大きい酒屋に寄宿してそこから毎日学校に通ったその酒屋さんと姉妹の家とは遠縁である血のつながりはないすなわち三浦酒造店である 三浦君にも妹が一人ある兄弟はそれだけであるその妹さんは二十歳下吉田の姉妹と似た年であるだから三人姉妹のように親しかった三人とも三浦君を兄ちゃんと呼んでいたまず今まではそんな間柄なのだ 三浦君は今年の12月大学を卒業してすぐに故郷へ帰り徴兵検査を受けたが極度の近視眼のために不覚にも兵士であったすると下吉田の妹娘から慰めの手紙が来たあまり文章がうまくなかったそうであるセンチメンタルすぎて甘くて 三浦君は少し並行し行たそうである。けれどもその手紙を読んで下吉田の姉妹をちょっと懐かしく思ったそうである兵士で三浦君は少なからず腐っていた矢先でもあったし気晴らしに下吉田のその遠縁の旅館に遊びに行こうと思い立った姉は律子。 妹は貞子これはいずれも仮名である。本当の名前はもっと立派なのだがそれを書いては三浦君も困るだろうし姉妹にも迷惑をかけるようなことになるといけないからこんな仮名を用いるのである。三浦君が甲府からバスに乗ってもう雪の積もっている三坂峠を越え。 下吉田町に着いた頃には日も暮れかけていた寒い街灯の襟を立てて姉妹の旅館に急いだ途中で会ったというのである姉妹は呉服屋さんの店先で買い物をしていたりちゃんなぜだか姉の方に声をかけたあら あたりかまわぬ大声を出して買い物を店先に投げ飛ばし転げるように走ってきたのはりっちゃんではなかったさだちゃんの方であったりつこはちらと振り返っただけで買い物をまとめて風呂敷に包みそれから番頭さんにお辞儀をしてそれからすまして三浦君の方にやってきて 三浦君から10メートルもそれ以上も離れたところで立ち止まりショールを外して丁寧にお辞儀をしたそれから少し笑って「節子さんは?」と言った「節子というのは三浦君の妹の名前である律子にそう言われて三浦君はドギマギしたなるほど 妹も一緒に連れてきた方が自然の形なのかもしれぬなんだかみんな見抜かれてしまったような気がして頬がほてった急に思いついてやってきたのですよ今度田舎の中学校に勤めることになったのでその挨拶方々しどろもどろのまずい弁解であった行こう行こう。 妹の貞子は2人を促しさっさと歩いてそうしてただもうニコニコしている久しぶりね実に久しぶりね夏にも来てくださらなかったしさそれから春にも来てくださらなかったしさそうだひどいひどい去年の夏も来なかったんだ貞子が卒業してから一回も吉田へ来なかったじゃないかバカにしてるわ。 東京で文学をやっっててるんだってね。すごいね貞子を忘れちゃったのね堕落しているんじゃない兄ちゃんこっちを向いて顔を見せてそーごらん。心にやましきものがあるからこっちを向けない堕落してるなさては堕落したな兵士になるのは当たり前さ。 兵だなんて貞子が世間に恥ずかしいわ志願しなさいよかわいそうにかわいそうに男と生まれて兵隊さんになれないなんて私だったら泣いてそうして欠板を押すわ欠板を3つも4つも押してみせる兄ちゃんでも本当はね貞子は同情してるのよあの私の手紙読んだ下手だったでしょ おや、笑知気証明あたしの,の手紙を軽蔑したなそうよどうせあたしは下手よおっちょこちょいの化け猫ですよあたしの手紙の深い深い真心を蹂躙するような感は呪って呪って呪い殺してやるからそう思えなーんて寒くない吉田は寒いでしょ その首巻きいいわね誰に編んでもらったの嫌な人ニヤニヤ笑いなんかしてさ知っていますよせっちゃんさ兄ちゃんにはね私とせっちゃんと二人の女性しかないのさ何せ兵士だからどこへ行ったってモテやしませんよそうでしょそれなのに意味ありげにニヤニヤ笑って いかにも他に隠れたる女性でもあるようなくりしてわーい見破られたごめんね怒った勉学をやってるんですってね難しいお母さんがね今朝ね大失敗したのよそうしてみんなに軽蔑されたのあのね止めどがないのである貞子 と姉は口を挟んだ。私はお豆腐屋さんに寄っていくからねあなたたち先に行ってよ豆腐屋貞子は少し口を尖らせていいじゃないか一緒に帰ろうよいいじゃないかお豆腐なんてないに決まっているんだいいえ律子は落ち着いている 今買っておかなければ明日の身をつけの身に困ってしまう商売商売貞子は諦めたようにガッテンガテンしたじゃあ私たちだけ先に行くわよどうぞ律子は別れた旅館には今 四五人のお客が滞在している朝のおみをつけをできるだけおいしくしてさしあげなければならぬ律子はそんな子だったしっかり者顔も細長く青白かった貞子は丸顔でそうしてただ騒ぎ回っているその世も貞子は三浦君の傍らに付ききりで すこぶるうるさかった兄ちゃん少し痩せたわねちょっと凄ごみが出てきたわでも色が白すぎてそこんとこが気に入らないけどでもそれでは貞子もあんまり欲張りね我慢するわよ兄ちゃん今度泣いた泣いたでしょいいえハワイのこと決してき大空襲よ 何せ生きて帰らぬ覚悟で母艦から飛び出したんだって泣いたわよ三度も泣いた姉さんはね私の泣き方が大げさで気ざったらしいと言ったわ姉さんはねあれでとっても口が悪いの私はかわいそうな子なのよいつも姉さんに怒られてばっかりいるの立つ瀬がないの 私職業婦人になるのよいい勤めみ口を探してくださいね私たちだって徴用令をいただけるの遠いところへ行きたいなうそあんまり遠くだと兄ちゃんと会えないからつまらない私夢を見たの兄ちゃんがとっても派手なかすりの着物を着てそうして死ぬんだって私に言って。 富士山の絵を何枚も何枚も描くのよそれが描き置きなんだってさおかしいでしょ私兄ちゃんも文学のためにとうとう気が変になったのかと思って夢の中でずいぶん泣いたわおやニュースの時間茶の前ラジオを聞きに行きましょう。兄ちゃん今夜サッホの話を聞かせてよ こないだ貞子はサホの詩を読んだのよいいわねいいえ私なんかにはわからないのでもサホはかわいそうな人ね兄ちゃん知ってるでしょなんだ知らないのかやはりどうにもうるさいのである律子は台所で女中たちと共にお膳の後片づけやら 何やらかやらで忙しいちっとも三浦君のところへ話しに来ない三浦君は少し物足りなく思った明くる日三浦君はおいとまをしたバスの停留所まで姉と妹は送って出たその道々妹はダダをこねていた 一緒にバスに乗って船津までお見送りしたいというのである姉は一言のもとに跳ねつけた私は嫌律子にはいろいろ宿の用事もあったのんきに遊んでいられないそれに三浦君と一緒にバスに乗った 土地の人からつまらぬ誤解を受けたくなかった恐ろしかったけれども貞子は平気だ分かってるわよ姉さんは模範的なお嬢さんだから軽々しくお見送りなんかできないのねでも私は行くわよもうまたしばらく会えないかもしれないんだものね私は断然送っていく 停留所に着いた3人並んで立ってバスを待ったお互いに気まずく無言だった私も行くかすかに笑って律子がつぶやいた行こう貞子は勇気百倍した「本当は甲府まで送っていきたいんだけど我慢しよう」 船津までねっ一緒に行こうよきっと船津で降りるのよ町の知ってる人がたくさんバスに乗っているんだから私たちはお互いに済まして他人のふりをしているのよ船津でお別れする時にも黙って降りてしまうのよ私はそれでなくちゃいや、 は用心深いそれで結構と三浦君は思わず口を滑らせたバスが来た約束どおり三浦君は姉妹とは全然他人のふりをして一人ずっと離れて座席に座ったなるほど バスの乗客の大部分はこの土地の人らしく美しい姉妹に陰銀な会釈をするどちらまでと尋ねる人もある「は船、あ、津まで買い物に」「律子は済まして嘘をついている完全に三浦くんの存在を忘れているみたいな様子だ」 けれども貞子は下手くそだ。「絶えずちらちらと三浦君の方を見てはプッと吹き出しそうになって」「慌てて窓の外を眺めて笑いをごまかしている」「松の並木道坂道バスは走る」「船津」「湖水の岸にバスは止まった」 律子は土地の乗客たちに軽くお辞儀をして静かに降りた三浦君の方には一別もくれなかったという降りてそのままバスに背を向けて歩き出した貞子は慌てそそくさと降りて三浦君の方を振り返り振り返りそれでも姉の後ろについていった 三浦くんのバスは動いた。いきなり妹はくるりとこちらに向き直って一斉にかけたバスも走る妹は泣くように顔をゆがめて20メートルくらい追いかけて立ち止まり「兄ちゃん!」と高く叫んで片手を上げた以上は。 三浦君の羨むべき塩分の大略であるが、さて問題は、この姉と妹、どちらにしたらいいか、三浦君が迷っているということにあるのだ。三浦君は私にも意見を求めた。私ならば一瞬も迷わぬ。確定的だ。けれども、人の好き嫌いは格別のものであるから。 私ははっきり具体的には指図できなかった。私は予言者ではない。三浦君の将来の幸不幸をたった今責任を持って教えてあげるほどの自信はない。私はその日、聖書の一箇所を三浦君に読ませた。イエス、ある村に入りたまえば。 マルタと名づくる女斧が家に迎えるその姉妹にマリアというものありてイエスの足元に座し御言葉を聞き下りしがマルタもてなしのことを多くして心入り乱れ身元に進み寄りて言う「主よ我が姉妹我を一人残して働かするを何とも思いたまわぬか」 彼に命じて、我を助けしたまえ。主、答えて言う。マルタよ、マルタよ。何時様々なことにより思い煩いて心遣いす。されどなくてならぬものは多からず、ただ一つのみ。マリアはよき方を選びたり。これは彼より奪うべからざる者なり。 ルカ十章、三十八以下。私はただ読ませただけで、何の説明も付加しなかった。三浦君は首をかしげて考えていたが、やがて寂しそうに笑って、ありがとうと言った。けれども、それから十日ほどたって、三浦君から、 姉の律子と結婚することに決めました」という実に案外な手紙が来た「なんということだ私は義憤に似たものを感じた」三浦君は結婚の問題においても「やっぱり極度の禁止眼なのではあるまいか」「読者はいかに思うや」